美味しそう。肉汁出てる。上ぼったい。うん、15分しか取られ。お水ついてるのありがたいよな。1万円ぐらい。1万1500円ぐらい。安かった。けどめっちゃいい感じやった。ツリー。かわいい。見て、イルミネーションになってる。かわいい。今日のホテルは、ここでーす。なんかイルミネーションが綺麗ですけど、ごきげんよう、山口あゆきです、今日は鳥取に来てます。イエイ。ということで今からご飯食べに行きます。星がね綺麗かなと思ってちょっと期待してたんですけど、全然星が見えない。雲が、雲早ない。ということで全然寒くないなあ。雲早いな。今12度ぐらいやねんけど全然寒くない。なんか鳥取ってイメージ的にめっちゃ寒いイメージあるんですけど全然寒くない。今からご飯行きます。行ってこー。以上、レッツゴー。たまたま入ったお店がめっちゃいいお店っていいよな。ちゃんちゃんちゃん。歩いてきたから。これもずく。お通しのもずくでーす。ちゃんちゃん。じゃじゃじゃん、来ました。乾杯。あ、どう？美味しい？うん。乾杯。イエーイ。汗だくなんですけど、私歩いてきたから暑いわ。汗だくです。じゃあ皆さん乾杯。うわ、キンキンや。美味しい。鳥取はですね、私の亡き父のふるさとです。だから田舎です。倉吉や。倉吉、あ、倉吉は今倉吉に来てるんですけど、すごくね自然豊かで星も綺麗で、今日でもちょっと雲かかってたけど素敵なところで、今日は晩ご飯を食べれるということで嬉しいな。うん、嬉しい嬉しい。でももずくちゃん食べたいと思います。大丈夫そう。大丈夫そうじゃないな。食べる。このとこやっぱりなんかブサイクすぎる。ブサイク、もともとブサイク。いただきます。おいしい、もずく。うん、うわ、めっちゃぬめぬめやん。ぬめぬめ。うん、めっちゃ昆布の味すんな。ぬめぬめ昆布って感じ。だし巻き卵と牛ハラミと茎フライ頼んでいい？オッケー、もちろん。だし巻きって普通に、普通のだし巻き、明太子食べて。あ、明太にする？明太の方がいい絶対。うわ、楽しみなんですけど。楽しみやわ。すごいこれ昆布の味効いてんな。うん、お通じ良くなりそう。うん、うん、うん、これもずくって言ってた。ん？めっちゃコリコリじゃない？もずくじゃないみたいな味する。こういうとこ来たら、絶対に唐揚げは食べない。うん、イエス。いただきます。いただきます。うん、おいしい。おいしい、うん、でも絞らんの。なんでもいい、本当で。でも絞っちゃう。おいしい。うん、いきます。うん、片手運転むずい。しるる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 る。レモン絞った後のさ、この匂いがいいよな。髪の毛につけちゃおうかなって感じ。ばあちゃんつけてたけどな、髪の毛。レモンの汁。おお、いいじゃないっすか。
知らん、私も呼ばれます。ほら、こんな形の唐揚げあるかってぐらいのシャキンって感じ。いただきます。うん、まい。これは驚きの美味しさやろ。うん、驚きの美味しさやな。やばい、ちょうどいい味加減やな。うん、かわいい。そう、塩がな、ちょっと大丈夫？大丈夫ですか？めっちゃ可愛い、あの店員さんが今あのこけちゃいました。美味しそう。お醤油につけて食べていくっていうスタイルですね。めっちゃ美味しそう。やった、全部うまかせるな写真は。そんなでも綺麗に撮られへん。唐揚げとビールってやっぱ合うね。うわ、どれから食べよう。うわ、悩むな。これ行こう。じゃん、これは多分おそらくハマチか。ハマチっぽい美術してます。いただきます。もう可愛い、店員さんが超可愛かったな。いただきます。髪の毛食っとんねやっぱり美味しいな。これ何やろ、炙られとお刺身。美味しいな。この付け合わせのわかめも好き。やばい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 、醤油ぶっ飛びてて。めっちゃ美味しい。美味しいな。お次はマグロに行きます。落ち着いて食べようと思うけど落ち着かれへんな、これは。わさびちょっとつけすぎかな。じゃん、マグロ。わさびちょっとつけすぎかな。マグロめっちゃ美味しい。聞いてます。これは何やろ、わからない。全部ほんまに美味しい。じゃん、明太子やって。中見せていい？ちなみに塩辛も来てます。このビジュアル最高や。愛が求めてたやつ。うん、上からかけちゃったら。なんかかけるのが良くないな。うま、うわ、美味しそう。中身見て、うん、めっちゃ入ってる。どうです、唐揚げ。唐揚げ、うわ、おいしそう。釣れてんの。うわ、めっちゃおいしそう。全部落ちた。かけるんじゃん、ちょっとだけでいいかも。うまっ。考えようと思います。見て、これ。もうありえへん、おいしそう。めっちゃたんまり入れてくれてんな。うん。じゃあ、いただきます。めっちゃおいしい。卵&卵ってやっぱ美味しいな。めっちゃ美味しい。あれ、うん、美味しい。ちょっと今日揚げてもらわない。どうやったこれ。醤油、うん、つけてない。つけんで食べた。うん、つけんで食べた。つけん方が美味しい。どう、
マヨの。あれ動画のね、今日は動画上げなあかん日と自分の中で決めてるので、ちゃんとちょっとチェックしてます。え、いいじゃん。みんなのコメントを見ながら私は今ご飯を食べてます。食べた？これ。食べな卵。もう一回食べますね。ちょっと大丈夫、これ苦手か。やっぱりなんかちょっと昆布強いの苦手な。昆布好きやねんけど、だしとして食べるのは好きやけど、うん、昆布単体を食べるのは苦手なのかもしれん。あ、そう、うん、サーモンで。うん、うん、うん、ネギついてる、おいしい。柚子の香りちゃうんで、うん、どうしような。ちょっとお酒頼んでいい、うん、すいません、注文いいですか。はい、もちろんです。日本酒乗船、はい、はい、乗船、ヒア、カン、レイ、ヒアで、レイで、はい、ご用意します。すっごい飲みてんけど、なんかもう、魚っていうのが来ました。うわ、これが鳥取の鯛です。唐吉の鯛です、食べてください。何時で取れたかどうか分かりへん。何時で取れたかどうか分かりへん。あ、そうやな、唐吉で取れたか分からんけど、でも倉吉で食べんねやったらもう倉吉のタイやと思い込んで食べよ。はい、その方が絶対おいしい。はい、うん、食べてごらん。あ、ありがとう。食べます。うん、一回食べてもらうとどんな反応か。うん、どう、うん、おいしい。鳥取の魚煮付けがおいしいっていう話、うん、飛び交ってね。だけど今日今タコ食べます。そんな中タコ食べます。うわ、絶対美味しいやん。これ柚子かかってんの、なんか洒落てんな。美味しそう。鯛の煮付け、なんかめっちゃ気になる。美味しい。ほっぺたの部分食べてみ。ほっぺた、ここが一番美味しいねんで。あれ？めっちゃ美味しいのに。こうやってつけて。こっち裏側もあるから一回食べてみ。これここ、ほっぺた。どう？うん、美味しいやろ？うん、コニコニしてるやろ？ピチ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 。じゃーん、お酒が届きました。もう冷たい、キンキンにしてもらいます。ごめん、失礼します。ホッケ、美味しそう。もう魚尽くし。今日は海の女です。楽しそう。なんか何かと、あの柚子使われてるのが美味しいわ。熱っ。マジで熱っ。ちょっとなんかビジュアル気になれへんくなってきた。申し訳ないけど、うん、まっ、おいしい、おいしい。うん、とろとろやん。あきは目玉のところが好きですか。それが唇のところがおいしいよね。目の周り、目食べていい。目玉、うん、タイの目玉いただきます。
美味しすぎ。煮付けやっぱ美味しいな。うん、一味違うね。めっちゃ美味しい。美味しい。なんかいつも塩しか食べてないやん、しょうゆ焼き。めっちゃ美味しいなって。俺基本魚の煮付け大好きやからな。あ、そうなんや。うん。甘いよな。うん。タイはさ、焼くよりさ、煮る方が絶対おいしい。あー、淡白やもんな。うん。ポッケ、え、ポッケめっちゃカリカリやん。うん。うわ、ポッケ。ポッケって。ポッケって。うん。おいしい。めんたもんが周り食べれんねん。ジュラジュ。いらんの？食べていい？ね。一番美味しいとこもらっちゃった。美味しい。うん。イカの塩辛ほんまに美味しい。うん。皮食べてみる。皮食べていいの？うん、やった。嬉しい。はい、ここが一番好きよ。茹で。このホッケの皮、ホッケの皮が一番美味しい。うーん、はい、すみません、牛ハラミ。忘れてた、忘れて心に来ましたわ。こういう時に取る牛のハラミ。いや、ありがとうって感じやな。忘れてた頃に来たな、うん、忘れてた頃に来るのが一番嬉しい。ちょっとなんかお腹いっぱいになってきたわ。あんま早いんよ。早いな。そう、デブリンやからさ、お腹いっぱいな。うまうまい。食べ食べ。肉はね、肉もええね。肉もいいですか。うん、やはり肉ですか。うん、うん、いけるか。うんと、うん、この付け合わせの大根とか好きやな。うん、さっぱりしてる。いただきます。まずちょっとベジファーストで野菜から。めっちゃ酸っぱいやん。めっちゃポン酢感あるな。うん、これ黒毛和牛なんて書いてた。普通の牛ハラミやろ。ハラミ焼きやろ。ハラミ焼きか。うん、いい塩梅。いただきます。うん、うまや。魚魚魚の次に肉は美味しいな。鳥取はでもやっぱご飯美味しいな。高くなるからそうやってあの制限かけてるってだけ。早い段階で泊まるようにしなせってやってんの今では。ああ、なるほど。で、これからはもうちょっと行ってみようかっていう。その方が絶対いいよ。でも、うん、もうちょっと行ってみようか言ってる間に潰れたら知らんで行くよ。ああ、潰れんねや、やっぱり。あ、もちろん。パパオンの一緒やん。熱にしてさ、熱、うん、くなりすぎてさ、うん、そのままシャトルアウトしてるのに一回取りに行った。うん、うん、まあ、警告みたいな感じ。よかった。ああ、まだいかなか。うん、めっちゃ多いよな。多い。大が好きやね。その皮とか、そういう。食うてさ。
皮が一番美味しいとかってさ。美味しいやん、皮。いやでも別にさ、食べろって言ってないよ。食べろって勢いやん。ほぺたの部分食べてみ。ほぺた、ここが一番美味しいねんで。食べ。いや、皮が美味しい。食べへんのって食べへんって食べへんのみたいな感じだったよ。いやまあ、それぞれがある、それぞれのな、好きなとこがあるからな。もちろん身も好きやで。身好きで初めて皮が美味しいんだろ。まあな、ホッケーで食べたんですけどさ、そうか、ホッケー好きから食べたら食べ焼いたるわって出てきた皮しか出せれない。でも全然嬉しいほんまやって。でも皮がめっちゃ好きっていう、おると思うから。まあおるっぽい。身より皮っていう人もおると思う。お腹膨れるやん、ビーって。何この議論に飽きてんねん。自分の言いたいことだけ言うてる。別にどうでもいい話だから。どうでもいい話をそんなのがいいんやろ。でもホッケって万能やな。なんかコメント欄で教えてもらってん。なんか頭も食べれるで。エビとかも殻、エビの頭とか尻尾も食べれるよ。だから魚の頭も食べます。うん、食べれるけどなんか苦い。怒られそう、手使ってるから。すいません。おいしい。こんなに魚の皮っておいしいわ。塩分とじいかないと。ということで今日も美味しいご飯を食べれてすごく嬉しかったです。感謝です。今日も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。ごちそうさまでした。バイバーイ。山口あゆきでした。うわ、風強。めっちゃいい店やったな。なんか最後になんかこうやってくれました、チョコレートとコーヒー。このだるま食堂、だるま食堂さん、こういうのれんがかかっている。あ、のれんかかってないよ、さっきまでかかってない。ぜひ倉吉に来られた時にはですね、だるま食堂さんに行ってみては皆さんいかがでしょうか。風強いけど全然ぬくいな。はあ、めっちゃ美味しかったの。全部めっちゃ美味しかったし、店員さんもすっごいいい人でした。はい、ということで今日の終わり、バイバイ。終わり。キラキラ流れ星、道の駅に来ました。うん、ちょっと後で紅葉きれかったから紅葉撮ります。大丈夫大丈夫。どこ、何、ラッキョウかどうかは知らん。ラッキョウすいませんやな。ちょっと前見たくなった。ラッキョウちゃん。死んで疲れた。ラッキョウ、あんなにテンション上がってたのに。かわいそう。目玉親父があると。細いよって。どんな買った方がええで。わざわざ見て、葉っぱ生えてる。え、なんだ。わさびおろし、2860円で。あの安い方買ってるやん。別にいらん。道の駅。何それ。梅酢、梅酢。すごい。これいいやん。の梅酢、体にいいんちゃう。体にいいと思って買った。買う？安いよな。でもジャム用って書いてるってことはちょっと酸っぱいんかな。300円のやつ。見て。どういうこと？リンゴと一緒に保存してくださいって。分からへん。え、なんでやろう。
お互いがそうさせるんかな。邪魔よいけど、こっちは邪魔よとか言ってないで。うん、ほんまやな。買っていこうか、行こう。行こう、買っていく、うん、いいやん。リンゴ買います。350円、安いや。リンゴと300円のどっちがいいと思う？大きいやつの方がいいよね。うんうん、それ安いと思う。なんでこうやって長細く入れられてるの？めっちゃちっちゃい。あ、人参や。なげさ、綺麗です。道の駅来たんですけど、すごいもみじが、もみじ、これもみじ、もみじかカエデか忘れたけど、すごい綺麗です。こんな綺麗な紅葉を見れるとは思いませんでした。めっちゃ綺麗。たまたま寄った道の駅なんですけど、なんかすごいね、綺麗かったから撮ってみました。さっきの、あ、犬し、犬なんて書いてんの、あ、犬バサリなんて書いてるか分かる、寒い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 、なんて書いてるか分からんかったんけど、犬バサリやってさ。寒い、マジで寒い。これ寒い時ってこういう、これってさ、こうやってな、これ立てていくっていうタイプで、ここ、こう松ぼっくりタイプでいったらいいんじゃない。おー、ぬくいじゃん。ということで、とっても綺麗な紅葉でございますわ。あ、鳥取の紅葉を見たの初めてかもしれないね。いつも夏行ったりとか、そう、冬行ったりするから、秋に来るってないから、初めての経験です。じゃんじゃーん。まあそんな感じ。この犬走りって書いてんな。この犬走りっていう、静かにして、嘘です、ごめんなさい、撮ってください。犬走りって、犬走りっていうサービスエリア、サービスエリアっていうか道の駅に来たんですけど、全部めっちゃ安かったです。びっくりしました。めっちゃ安かったです。だってブロッコリー120円ですよ。安くない？120円で安いし、なんかすっごい切れすぎ。ここに乗ります。ぽよよん、きれい。きれいですわ。おほほほほ、そんだけ。どうや、伝わってるか。めっちゃ綺麗、ほんまに。めっちゃ真っ赤っか。あんな真っ赤っかなの見た久々。これこれ、あ、隠れてる。これほんま真っ赤っか、すごい。だが秋ってやっぱりいいですね。目の保養になる、精神的安定剤、思考の発展、知識の積み重ね、新しい自分との出会いの場。サービスのお味噌汁だって。やったー、お腹空いたからポムの気にしました。今からお昼ご飯を食べたいと思います。うん、いただきます。うん、白い、でか。 S やで、俺頼んだ。うん、いやだから S がでも書いてた通りでかいんじゃん。めっちゃ美味しそうじゃん。肉汁出てる。肉汁出てる。じゃん、アイクはチーズにしました。美味しそう。どう、美味しい？うん、いただきます。うん、デミグラスソースも美味しい。
チーズって感じの味がしよう。うん、あ、それもね、Gメールで、コントロールじゃないんだよね。美味しいわ。美味しいわ。うん。うん。美味しい。便利やね。でもこっちの方でも味ちょっと濃いかも。濃いね。カツ。美味しそう。うん。めっちゃ美味しい。めっちゃカツって感じ。うん、ちょうどいいぐらいです。ちょうどいいぐらいです。Let's go,